出口は左側、6番乗り場に行きます。向こうから出ましてお待ちください。なんかちょっとしっとりしてんねんな。これかな、最近か。そうじゃん、だってしっとりしてんねん。最近トイレ綺麗にしとってんねん。ちゃうんじゃない、マーキング的なことなんじゃない。さあ、いつもの場所にやってきました。はい、 JR 大阪駅桜橋口改札からまっすぐ入ってきたところですね。はい、はい、こちらの方に今日は6月の21日、はい、1日遅れましたけれども、うん、やってきました。こちらです。じゃらん、なんかいつもとさ雰囲気違うよね。爆誕。おそうやな。なんか色味も、うん、かわいい。ウィンクあやかちゃん。この衣装とこの髪型の時最高やったよな、あやかちゃん。これあれやろ、ダンス。うん、なんかあの稽古の時かな。そう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 、あの時の。めちゃくちゃ可愛いよね。やばかったやつ。ほんまに。やばかったやつ。はい、こんな感じですね。ウィンクあやか。爆誕2003年6月20日そして今回もたくさんの方々の、はい、おなじみの方たち ね、 ね、あやぺんちゃんありがとうございます。松さんは毎回いるね。話しましていただいております。さあ来ました、 JR 大阪駅ですけれども、はい、いつもの場所ですね。はい、あやかちゃんちょっとね時々あやかのタイミングを逃すことがあってね、何回か来れてなかったんですけど今年はちゃんと来れました。よかったね、よかったです。あやかちゃんでございます。はい、大阪 JR 大阪です。はい、全国の20の皆さん、はい、大阪はこんな感じでございます。はい、このあやかちゃんの横左右どちらもですねしっかり、スペースは空いておりますので、もし来年よろしかったらその隣に自分のポスターを貼るというようなねこともやってみてはいかがでしょうかということでございます。はい、もっとそばやってください。人がいっぱい来ますよね。そして私もあの浮かれてやってきたんですけども、一つ悲しいお知らせがございます。はい、今日私が、このショルダーにかけてきたこのカバン、はい、うん、うちのマロちゃんのおしっこの匂いがするなと思ってたら、あですです、電車で気づいたんで、ここに始まるよ、やられておりましてめちゃくちゃテンション下がってます。はい、でもそれでもくじけずポスター見れたんでね、またちょっとテンション上がったんで、はい、急いでしゅんちゃんのお迎えまでに何か美味しいもの食べて帰ろうと思います。はい、あやかちゃんお誕生日おめでとう。カウンターでいいもん
所。場所は JR 新大阪駅、梅田から一駅、大阪駅から一駅と言った方がいいか。センイルの広告を見に行った帰りの楽しみがこれ。なんかうまいものないかな。駅マルシェ。新大阪の駅マルシェは駅ホームの、ホームというかね、改札の中にあります。そしてマチコさんち大好き鎌倉、はい、ここのお店は初めてですね。ねえ、じゃじゃーん、行きましょう。さっきやん、あ、開いてるわ。もちろんここが目当てで新大阪にやってきた。食べるのは美味しいラーメン。前より器が大きくなってる気がする。気のせいか。さてさて、いただきます。まずはスープから。これ、そう、これ、止まらん。麺をほぐして、麺をほぐして、細麺ストレート。熱い。うまい。これこれ。鎌倉のラーメンといえば、細く小さく刻んだ白菜。お箸ちょうだい言うてる。お箸ちょうだい。お箸ちょうだい。立ってるもんは親でも使える。親ちゃうけどね。マイスか。安定の。一通りノーマルで味わった。あとニラですわ、ニラ。少し甘みのある、もう癖になるこのスープ、これを一旦楽しんだ後はしっかりこのニラ醤、ニラ醤油漬けのようなちょっと辛いやつ、それにニンニクも入れていく。どっさり。これ何？辛いやつ、そう、辛いやつ。これでまた一気に味も変わる。よく混ぜて、よく混ぜて。麺は切らない主義。だから一回でいける量を、とは危ない。うまい。熱い。白菜がうまい。冬場の白菜は甘みがあってさらにうまいけれども、この初夏や夏の白菜も美味しい。チャーシューめちゃめちゃでかいね。
チャーシューはあんまり好きではないが、薄いので美味しく食べられる。そこも鴨倉が好きな理由だ。おっと、麺を切ってしまったけれども器には絶対戻さない。もう危ない。麺は絶対切らない主義だ。この鴨倉のスープ、門外不出で、いくら大金を与えても教えてくれない。そらそうだ。暑いよね。落語家みたい。最近よくむせる。辛いの入れた。切らない。麺は絶対切らない。辛い。忙しい男だ。さらに味変して楽しもうとするやつ。神座と書いて鴨倉。普段よく行くのはエキスポシティに新しくできた鴨倉。そこではエキスポシティ店のみのチャーハンセット、餃子、これがいい。さあ餃子を食べてみようか。しっかりタレとラー油をつけて、うまい。最近よくむせる。餃子もうまいねんな。皮が柔らかくて美味しいよ。薄い皮が絶品です。ちょっと王朝に近いものが。そうそうそう、皮はやっぱりちょっと薄い方がいいな。トコスの天敵餃子いいね。味は濃いめで、ガムクラの餃子美味しい。もうよその餃子の話はいい、やめてあげて。ここまでお腹いっぱい
もういいから。カバでお腹いっぱいになっちゃいそう。やっと終わった。餃子セットにすればご飯もついてくるのだが、今はダイエット中。知らんがな。何か気になる様子。食べる。ちょっとずつ食べる。ちょっとずつ食べる。ミキジェット買ったの。ミキジェット。また行かない。うん、神戸のマヤにあるミキジェット、こちらも美味しいお店、また行きたい。1年前のマヤちゃんのセンイルに行った時に食べた。またリスミキジェットは美味しい、本当に。ちょっとずつ食べる。スープが。なぜ首を振る。まやちゃんともラーメン。うまい。油断すると飲み干してしまうぐらい美味しいこのスープ。少し甘みがあってコクがあって、扱いなんで、ね、嫁はネギが嫌い。餃子は食べれる。チャーハンのネギ全部避ける。
感触